おい、てめえが初めに殴ってきたんだろうがや、傷害事件で訴えてやろうが。違うだろう、勝手なことを言うな、ガキ。お前が先に当たってきたんだろ。違えだろうがや、てめえが先に手出してきたから押しただけじゃねえがや、勝手に事実変えてんじゃねえ。お前なんて相手にする暇はないんだ。どけ。おい、逃げんのかや。てめえ自分が悪いことしたから逃げんだろ。おい、逃げんじゃねえ。警察呼ぶから待て。そんな時間ないと言ってるだろ。どけ、クソガキ。うーわ、めっちゃ揉めてんじゃん。行きたくねえな。お客様も喧嘩はおやめください。このじじいが急に殴ってきたんですよ。警察呼ぶから待ってって言ったんですけど、逃げるんですよ、あのじじい。じじいとはなんだ、クソガキ。いった、はい、見ましたか、金さん。今このじじい殴りましたよね。もうお客様落ち着いてください。他のお客様もいますので。クソじじい、俺にも一発殴らせたら。おい、じじい、おい、これ正当防衛になりますよね、金さん。もう暴力はやめましょう。二人とも落ち着いてください。殴ってみろ、クソガキ。お前にそんな度胸はねえんだよ、ガキが。ザタクソじじい。やだ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 。は？え？やだ。なんでやめてくれないの？だってこいつが。やだ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 。言い訳なんて聞きたくないよ。え？金さん、どうしたんですか？お兄ちゃんたちが怒るから。いや、あ、ごめんなさい。おじいちゃんもごめんなさいって。ごめんな。二人で仲良しの悪事した悪事した。ああ、すいませんでした。悪かったよ。